現地でもまあ2種類あって、ペチュニアの品種によって結構こう素直にこう根植えにこう漏れ絞ってくるようなものは、まあ、緩やかな緩い品種でいいですよっていう話をしてたんですね。で、ペチュニアもペチャーって横になっていくものはね、まあ、全部言っていただいたんですよって話してて、まあ、このジュリエットさんは結構こう本当に形がすごく綺麗に整うような立ちのいい性格のいい子なんですね。で、色味もシックでとっても私好きなんですが、で、これでどうしましょう、こんなとこちょっと形から逸脱してるところありますよね。ね、で、ここがちょっと飛び出しますよね。飛び出しているので、この全体のこの丸いイメージを想像して、その丸よりちょっとちっちゃいかなみたいな感じの丸を丸のところで切っていただいたらいいですよね。なんかこれだったらちょうどいいのはこの辺なんですけども、それよりちょっと下って言ったらこれね、ここのここからまた分け目が出てきているので、ね、なんかこの上でなんかほらちょっとスッキリしたでしょ。次これこれもこの辺ぐらいでちょうどいいので、ここね、ここで切ってたらまたここからボサッと出てくるので、これよりちょっと下ね、ここ、で、これはいらないつぼみなんで、つぼみとかね、花がなんでね、ほら。で、次、こうなんで、この辺ですよね。ここもちょっと出っ張ってます。これも、ここら辺でちょうどいいけど、これのちょっと下、これも、いっちゃいますね。これも、ここ、これも、ここね、あまり前から見てない。で、この、ネメシアもね、切ったらいいよ。出てくる。これもごさごさになってるので、この辺でちょんちょん切る、こんな感じ、こう飛び出してるの、はい、これも切る。で、次これ、これここら辺やけど、ちょっと下やったらここら辺かなみたいな感じ。でもこの辺、でもメッシュを切る。これもビローンとなってるので、ここね、ここね、はい。で、次こっち入れたんで、まあ副車はまあね、いけると思いますね。でこれもこうピューッと伸びてる人はこの辺でしてもらったらいいですね。で、次これ、これも、これも長かったら、ね、ここじゃそのままで、ここの途中のですね。そしたらもう結構すっきりしてません。で、これもこう横からこう見て、こういうふうにね、なる感じにしたいので、なんかちょっと出っ張りすぎてますよね。なので、これも。なるべくここは出っ張り加減が強いので、こうするとほら結構全体に当たるでしょ。これもこう垂れてこう上がってきてるので、ここからつぼみ出てきてますよね、うん、でもこれやったらちょっと高いので、もう少し、これも出っ張ってるので、ほら結構いたでしょ。で、こっちがこんな感じ、ね、これもこれも垂れてる、ほらつぼみも容赦なく容赦なく容赦なくつぼみあるだなとか言ったら容赦なくいっちゃいます。ほとんど花がなくて、これで、でバーベナの傷んでる花があったらこれもどんどん出てくるんで、もうね、一層のこと全員丸坊主にしたんです。あと火の当たるところとか雨に当たるところでも置いといて、全然それは問題ないです。だからね、曇りの日にやるのが一番いい、うん、そうそう、今日はもうベストコンディションですね。で、あの暑い、まだ今やったら全然大丈夫なんです、うん、本当に暑くなってからパチンと切ると結構中って日陰になってるじゃないですか、外は日が当たってるから、なんかちょっと急に元気になってにゃんって感じで、だから切る前の2日か3日ぐらい前に液体肥料やってたら、ちょっと活力をつけておくんですね、クルモさんとかやってで、活力をもともとつけといてからバスッといって、で、今日みたいな曇ってる曇天の日にやるのがベストですが、まあ、そうじゃなかったらちょっとあまりにも強光線、光が強すぎるなってなったら、ちょっとだけ範囲陰でね、水が持ち込んで、で、かまた気になってていただいたらね、いいかなと思います。まあ、そこでそんなに神経質にならなくてもいいと思うけど、本当に暑い時にバスって短くやりすぎて枯れる時があるから、で、もともと切る時は、なんていうんですか、この切るところの茎が緑のところ、緑でしょ、今全員緑じゃないですか、緑のところから切ったら絶対出てくる。
と何ヶ月もこの経過していったら茎のところがね茶色くなってときに木みたいな、そうそう、で切り戻しやーでその木のところがバチッてやったらもう絶対枯れるんで、もうそこからやっぱりその芽が出てくる力が弱いっていうんですかね。でこの先っちょからご飯でもその植物が先に成長していくじゃないですか。だからいきなり切られてここからこの茶色のところから芽出やとかなっても、いやもうこんな暑いのやめてやみたいな感じになるのでなのでだからあの緑の葉っぱのところが茎のところがね緑だなっていうのを確認して、緑のところの節の、葉っぱがね、よく見た葉っぱのこの付け根のところがちっとこうちっちゃい芽が出てきてたりするんですね。でそこの上でパチンと切ったら絶対出てくるので、それでやっていただいたらいいですね。はい、でこれでこうほら前から見てもくるっとこれなんかおかしい、前から見てもこうくるっとなってるし、ちょっとちっちゃくなったかなっていう感じですね。平行から見てもこういう感じですね。でちょっとこうほらこういう感じじゃないですか。まあ、それを目指してやっておいたらいいですね。はい、でそれであとはまた液体肥料や、グリーンキングとかね、ウルバさんとか、まあ、それぞれお好みの肥料をやって育てるということです。あとは乾いたら水やりするっていうのはもうそれが一緒なんでね、はい、まあ、そこはもう繰り返し変わりなく育てていく。